ヤーマイナス63ヤーマイナス63 a r ーマイナス 63, 63とはベルヘリコプター社によって開発された試作攻撃ヘリコプター。ベル社の社内名称はベルモデル409。アメリカ陸軍はベトナム戦争でのアーマイナス1コブラの運用実績を受けて本質的には UH-1 からの改造機であるアーマイナス1に代わる基礎から 戦闘攻撃ヘリコプターとして設計された後継機を新たに導入する R 計画を立案し要求仕様を国内のメーカー各社に提示した。ベルモデル309これに応募するために R 計画に先立って行われていたフス計画に応募するためにベル社が自主開発したが結局採用を見送られたベルモデル209を元にしてさらに発展させたベルモデル309 金ブラの設計をもとに開発されたものが、ベルモデル409である。モデル409は、アメリカ陸軍によって、ヒューズウェアクラフト社の設計案と並んで採用され、ヤーマイナス63の仮正式名称が与えられて、試作機2機の製作が開始され、同じく試作機が製作されたヤーマイナス64との、比較試験が行われた。試作機の示した性能は要求仕様に対して、 十分なものであったが、比較試験の結果やマイナス64がより優位であると判断され、やマイナス63は不採用となった。そのため、試作型2機のみの生産で開発は終了した。ありがとうございます。